女子アナ、フリー転身ギャラナンバーワンは誰だ？三浦麻美アナは、バラエティ番組1本120万円で2位。日本テレビで人気の三浦麻美アナ、37、が、6月1日付で同局で最年少の管理職に登用され、話題となっている。三浦アナは、主任から新設される役職、チーフスペシャリストとなる。スペシャリスト職は4段階に分けられており、チーフスペシャリストは上から3番目の階級だという。局アナとしては異例の大抜擢と言えるが、そんな中、発売中の週刊現代が各局の人気女子アナがフリーになった場合の極秘資料で見る女子アナのお値段を特集している。記事によれば、大手広告代理店が内部資料用として作成したもので、人気女子アナ50人がフリー転身した場合のバラエティ番組1本あたりのギャラが記されている。それによれば、三浦アナは1本あたり120万円なのだが、120万から130万円でトップに躍り出たのは、NHK の次世代エースと目される、林田理沙アナ、34、である。ちなみに、林田、三浦に続く上位は、田中ひとみ、テレビ東京80万から100万円、弘中綾香、テレビ朝日80万円、日比真央子、TBS 80万円と続く。NHK 出身者は、引く手あまた。目下絶好調の三浦アナを抑えた、林田理沙アナ。その理由について、記事では、タモリなど、大御所芸能人との絡みのうまさ、絶対音感を持つ彼女は、音楽番組の MC でも、うってつけの人材などの分析がなされているのが、まさに次世代エースの面目役所である。女子アナ評論家の松本京也氏がこう続ける。近年、紅白や五輪キャスターなどの候補として、桑子真帆アナ、涌田真由子アナに次ぐ3番手として、たびたび名前を挙げられてきた、林田アナの価値は急騰しています。確かに今 NHK を対局した場合、民放キー局によるフリーアナ獲得レースの目玉になり得る存在でしょう。民放キー局出身のアナと違って、NHK の看板は、他では得難いもの。美貌は、もちろんのこと。キー局の映像に NHK 出身アナの姿や音声が載ることが貴重なのです。民放キー局出身アナは30代で人気のピークを迎えますが、NHK 出身アナに関しては40から50歳くらいまで価値が続くと考えられています。松本氏の話は続く。先日、自身の離婚報道もあって、誤報とはいえ、星野源との不倫騒動に巻き込まれましたが、注目度がさらに上がれば、今後1から2年で、NHK アナの勢力図も少し変わるかもしれません。フリーアナウンサー業界でも、NHK ブランドは絶大。自身のお値段を知った、林田アナが、フリー転身する日は来るのか。